江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、私どっかで話したことあると思うんですけども、警告男、露出がバレて海に飛び込み逃走逃亡、言い訳を聞いてみるとということでね、映像とあとこの犯人の言い訳が明るみになったのでご紹介していきたいと思います。はい、いきさつわかんない方もいらっしゃると思いますけれども、こちら記事に出ておりますんで、それではですね、映像を見ながら見ていきたいと思います。こちら、はい、じゃあ行きましょう。くーちゃんお願いします。21日、軽症南道明原の市鎮海区のある海岸沿い、石の山が積もった防波堤で警察が誰かを探します。突然の状況に集まった人々が何のことなのか尋ねると、ある女性がセクハラを受けたと言います。被害女性、どうしたんですか？私が通報しました。あそことここをしきりに行ったり来たり歩きながらズボンを脱いでいたので。ある男性がこの日の昼2時頃、あるバス停で20代の女性を眺めながら服を下ろして猥褻行為を行い、警察が出動すると防波堤に忍び込んだということです。目撃者、パトカーが止まるとお嬢さんの前で急にズボンを上げて島に走っていきました。本当に早かった。ところが隠れていた男性が突然海に飛び込んで泳ぎ始めます。見つけましたか？ここにいますね。え、水の中にいるよ、ははは。男性は背泳ぎまでして悠々と逃げ出し、近くに浮かんでいたブイの後ろに身を隠しました。しかし、ブイは男性の体を隠すには小さすぎて、ブイを捕まえて持ちこたえていた彼は結局海に飛び込んだ。警察によって発見されると、これを見守っていた市民たちは荒唐無稽な状況に笑い拍手します。あそこにいる、捕まえた、拍手の声、耐えてる耐えてる。しかし警察に発覚しても水中で耐える男性。結局警察官がもう一人投入されて引きずり出すと諦めたように水の外に出ます。54歳のこの男性は警察の調べで、汗が出て拭くためにズボンを脱いだと犯行を否認したことが分かりました。男性は先月出所した状態で、以前にも同様の容疑で数回検挙されたことが確認されました。警察は男性を相手に犯行経緯を調べた後、近く検察に引き渡す計画です。はい、というね、言い訳が何ですか？汗が出て拭くためにズボンを脱いだと。いや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 、脱いちゃダメだろ。はい、じゃあですね、こちらに対して、警告の反応見ていきたいと思います。はい、それではね、1人目こちら。こんな奴らは虚勢が答えだ。科学的であれ物理的であれ、物理的が確実な解決策だよ。621-6。呆れるから笑ったんだよ。警察も大変な職業だ。247-2。知能は低く学んだこともなく、金儲けも芳しくないが、性欲旺盛な人たちはどうすればいいだろうか。154-13。ケイ直道ならそうだね。32-25。ケイ直道は与党の岩盤地域。笑うけど、被害者は恥ずかしくて腹立たしくて複雑な心情だ。私もそんな経験があるので、どうかあんな人たちに大きな罰を与えてください。61。軽症難道、50代、男性、パッと見ても、親日派で国民の力の人だね。40。日本人の血が溢れてるみたい。関係ねえだろ、日本人は。何言ってんだよ。こんなバス停で待ってる女の子の前でペロンなんてしないから、普通。はい、ということでね、それではですね、チャットの反応いきましょう。おかしいだろう、日本関係ないだろうねえ。背泳ぎだったんですね。まず前回ちょろっとどっかでお話した気がするんですけども、これね、背泳ぎだったんですよ。泳げたんですね。で、海に逃げてったから警察も追いかけて海にドボーンって入って泳いだんです。泳いだっつうか、なんか歩いたって感じでしたけどね。はい、露出だらけだな。もう昔みたいに服着なけりゃいいやん。金槌だから警官が追えなかったまでがデフォ、かっこ笑い。背泳ぎか、9センチメートルじゃ潜望鏡にもならないな。背泳ぎ、潜水艦の真似、わら。
良い大人なんやってんの、わら、年齢関係ないか、わら。汗かいたなら海へ飛び込めよ、命大事に。常習だったね。虚勢したってやるだろ、わら。心は女性にだ、わら。渓谷さんで最近こういう話が多くなってきたね。あの、女装して女子トイレに入るっていう記事が多くなってきたね。こんなの相手してんだもん、嫌になるよ、わら。むしゃくしゃしてやった、どこでもよかった。日本関係ないやろ、実に渓谷人らしい渓谷人やろ。 100% お前らの血だろ、アボ。やっぱり露出狂の常習だな。てか、こんなところまで政治絡めるのか。なんで国民の力なのか。いつものシークに人って言わないのはなんで。継承度だからじゃない。あ、これがあの全羅道とかになってくると、あの半島の右側と左側で全然違うんだよね。で、左側が右側が継承道、日本に近い方ですね。で、左側が C 国に近い方で、民主党の岩盤地域だから、民主党イコール C 国にもうスリスリする人たちだから、多分そういう風に分かれてんだよ。どうでもいいっちゃどうでもいいんだけど。リトルマーメイドになりたかったにだよ。よほどあそこの大きさ自慢したかったのかな、かっこ笑い。渓谷女性、股間へキックを教えてやらないとね。股間を抑えて悶絶すれば3のネタになる。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。